大谷、27号逆転ホームラン。来たー。これは納得の一打ですわ。これは納得の一打ですわ。いいとこで打ったな、W。長打さえ打たれなければいいぞっていうアドバイスだったろうにな。役に立たないとか言ってすいませんでした。こういうのを待ってたんだよ。逆転ホームランですから。すごいいいとこで打てたな。日本選手が日本デーにホームランアーチはロマン。インハイの100マイルを文句なしに叩き込んだぞ。やった。さすがだよ、大谷。大谷がホームラン打ったら後続が雑になるのなんなん。投手コーチがマウンド行って、何言ったか知らんけどホームランだけは打たれるな。だろうな。完成。珍しく7回以降に逆転 HR 打つなんてランナー一塁だったのが肝だったな。意味のあるホームラン対を翔平。この後ピッチャーが崩されるパターンは脳裏にちらついてしまう。大谷の価値のあるホームラン久しぶりに見たな。まっすぐがシュート回転したら終わりだからええんかそれは。ご視聴ありがとうございました。